2950。あれ、私はね、もう一回この間まで2900だったんですか。うんちは毎日出るんですか。いつ出ます。やっぱり毎回出ます。出ます。毎増えてます。出てるの一緒ぐらい。一緒ぐらい。一緒ぐらいですか。少し向こうが黒いと思うんですよ。あ、あります。下の腕ね、これうんこさんと、で、吐いたものと嘔吐が少し続きまして。あ、本当いかんね、吐いたら。吐くのってさ、どのタイミングで吐くんです。お腹空いてる時。お腹空いてる時なんだと思います。朝ですんで。こっちになれば来て。あ、本当、食べる前に吐いてるわけ、ね。はい。これが今日吐いて。さっきです。さっき吐いてるんです。はい。はい、ちょっと様子見ようと思ってたんですけれど、朝吐いてですね。で、様子見ようと思ったんですけど、今日朝吐いてまた今吐いて。そうで今もう夕ご飯食べる前。そうです。でも朝食べたやつが出てる。少し残ってます。口がだいぶ臭い。痛せいじゃない。うん、そうなんですけど、一日中やっぱそれでそうなるんで、はい、まあそうなんだろうかなとは思うんですが、あとおならが臭い。明日3日目の方がいいですか。はい、じゃあちょっと消化が悪いのかな。まあ3日間か4日分の食べ物。わかりました。はい、大丈夫。はい、わかりました。なんか色が、わかりました。フードと、はい、何これ、何でしょうね、何でしょうと言われたら困るんですけど、うんちじゃないよね。でもさ、あのこれって吐いたのは何時でしたっけ、ついさっきで、これ食べたのはいつの話。朝ですので9時ぐらいですね。9時ぐらいに食べたのが、はい、ついさっき吐いたと言ってるのが5時半ぐらいですね。でもまだ未消化、昼からは食べてない。食べてないです。食べてない、はい。じゃあまだそのまんま出てきてね、朝その9時に食べたのが。その5時半ぐらいでうんこをして片付けてる最中に少し戻したという、そういうことなんですが、うん、全体的に黒っぽいよね、はい。これね、黒っぽいということはね、小腸の方、腸の上の方で出血があると黒っぽくなってくるんですね。ご飯の食べが悪い、食べない、食べたくないのか。次はどうやって飲める？お薬は一応あげてもらった分ですね。1日2回のチューブとか、ああいうのを少し混ぜて、そういうのに混ぜれば食べてくれます。はい。ごめんね。それかちょっと。はい、ごめんね、ちょっとみんな。さっきからお口もちょっとやろう。ヒロムの注射を1本します。はい、ほんまちゃん、ほんまちゃん、チンザバクバクやね、ほんまちゃん。とは言ってもこれ聞き始めるまでは30分から1時間ぐらいかかりますけど、はい、ちょっとだから今から1時間ぐらいお水やらんでください。1時間経って終えてこなかったらお水飲ませてもらっていいですか。はい、ごめんね、こんだけちょっと痛いよ、これちょっと痛いよ。大丈夫、大丈夫、待って、待って、待って、ちょっとインターフェロイで、インターベリーで出して、ごめんね、ちょっとこっち向いて、よいしょ、
もそうですね。ごめんねーって思って、ね、さあそのまま入れてそのまま出しますからね。よし、これで何でも沈む。ああすごいな、手前の方から血がついてる。ごめんね、ちょっと待ってね。食べたの？ちょっとお薬で作りますか。よし、光線照射持ってきて。あとは3分でさ、お尻とお腹両尻か、今やでも、外しとこれでコントロールして、らしいですよ。私の天国です。独占します。焦げるからやめなさいって言うのあったかいよね、今の時期ね。寒いのね、外ね。お部屋の方が寒いのね。あのですね、はい、ちょっと飲み薬をもう少し強力にします。はい、全然どん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 なんか指入れるとどん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 血液の量が増えてきてるような気がするし、全体が増えてくるということだから、はい、食腸だけじゃなくて、腸全体の問題になってくるような気がするので、はい、はい、3分やったよね。はい、じゃあ軽く保湿して溶かして、それで。快点，这个，咻咻，快点呀！
じゃあちょっと抱っこして座ってください。はい、はい、抱っこして座ってください。